市澤骨の工業、京都市東山区、市澤骨のショップ、京都市東山区、市澤骨の工業株式会社は、日本の京都府京都市東山区にある、布製カバンのメーカーである。京都市東山町音院前上がる市澤骨の製と、縫い込まれた赤枠のタグで知られる。初代、市澤喜平生まれが行っていた、西洋選択や、楽団京都バンドが始まり、現在の市澤骨は1905年に創業。大正時代になると2代目、市澤常次郎の下で、薬屋、牛乳屋、大工、植木屋、酒屋などの職人用カバンの製造を行った。3代目、市澤忍は戦後にリュックサックやテントも手掛け、登山用品のトップブランドとなる。また、平凡パンチ、ポパイ、アンアンなど若者の雑誌や、家庭画報などに取り上げられたことで注目を集め、一般の顧客も骨のカバンに興味を持ち始める。1980年に、忍光雄、新三郎が朝日新聞社を退社して家業に戻り、1988年に4代目の社長となる。1992年に本社ビルを新設。家業を継いだ当時は、社員わずか十数名の零細企業だったが、老若男女様々な人が使える骨のカバンを考案、色数や種類も増やし、約20年かけて社員も70人を超え、骨のカバンを製造直売する店として世間に広く認知される。そんな中、2006年、相続をめぐるトラブルにより一時営業休止。同トラブルにより、新三郎とそれまで勤めてきた職人は全員退社して、同様のカバンを取り扱う市澤新三郎骨を設立。市澤骨の工業株式会社の社長となった長男の市澤慎太郎は新たな職人と素材で2006年10月16日より営業を再開した。しかし2009年6月に裁判で新三郎が逆転勝訴し、新三郎夫妻が3年ぶりに経営に復帰したことに伴い、7月7日から休業していた。2010年、四男菊雄が、骨のカバン、市澤を開店。2011年3月28日、新三郎が、市澤骨の製のブランド復活、並びに4月6日から、市澤骨の工業株式会社の店舗にて、市澤新三郎骨のが営業を再開すると発表した。市澤新三郎骨のが製造することとなった。市澤骨の製ブランドと従来の新三郎骨の新三郎不法とは併売されている。現在、市澤新三郎骨のでは、新三郎骨の新三郎不法、市澤骨の製の3ブランドを展開中。市澤骨の製のカバンは骨のと呼ばれる綿及び麻製の厚布で作られている。実用性の高いデザイン、豊富な色、抜群の耐久性などを特色とし、ブランド品として若者に人気を集め、写真、登山、地質調査などの機材運搬用のカバンとしても根強い支持を受けてきた。販売は京都市東山区にある市澤骨の店のみに限られていた。現在は同じ場所である市澤新三郎骨の店舗で購入可能である。2001年3月15日に、前会長の市澤忍が死去。会社の顧問弁護士に預けていた忍の遺言書が開封された。この遺言書は1997年12月12日付で作成されたもので、内容は忍が保有していた会社の株式のうち 67% を社長の三男、新三郎の夫妻に 33% を4男、菊雄に銀行預金のほとんどなどを長男、慎太郎に相続させるというものだった。ところが、この遺言書の開封から4ヶ月後の2001年7月に、長男の慎太郎が自分も生前に預かったと別の遺言書を持参した。この遺言書は2000年3月9日付で作成されたもので、内容は、忍保有の会社の株式 80% を長男の慎太郎に、残り 20% を4男、菊雄隊人に相続させるというものだった。この通りに相続すれば、慎太郎、菊雄両名で会社の株式の約 62% を保有することになる。複数ある遺言書の内容が抵触している場合、その抵触している部分については、最も新しい遺言書の内容が有効となるため、通常であれば2000年3月の遺言書が有効となるが、2通の遺言書の内容が全く異なることから、第2の遺言書の無効確認を求め提訴した。新三郎は、第2の遺言書の作成時点で忍はすでに脳梗塞のために、要介護状態で書くのが困難だったこと、第1の遺言書が巻紙に毛筆で書いて、実印を捺印しているのに対して、第2の遺言書が便箋にボールペンで書かれていること12月に最高裁判所で新三郎の敗訴が確定した。これを受けて、長男、慎太郎と四つ男、菊男は、慎太郎側の第2の遺言書の内容に従い、市沢ホルノ工業の株式約 62% を取得。筆頭株主となった慎太郎は、2005年12月16日に、臨時株主総会を招集し、市沢新三郎社長と取締役全員を解任し、代わって慎太郎が取締役社長となった。また、菊男と慎太郎の娘も取締役へ就任した。2006年1月29日、市沢新三郎さんを応援する会が発足。大徳寺真珠庵、山田隆聖住職が代表となり、義援金を一口1万円で募った。その後、京都政財界で大きな影響力を持つ有力者たちが相次いで3男側の支持を打ち出した。裁判さえ勝てば経営を握れると、慎太郎さんは考えたろうが、世の中そんなに甘くない。老舗の経営は店の空気や職人の心を掴んだ人でなければできない。後の新三郎ホルの開店日に国内だけでなく海外からも集まった義援金で京都新聞朝刊に、それは嬉しいカバンです。新三郎さん、ありがとう。という全面広告が掲載された。新三郎は最高裁判決より前の2005年3月に別会社の有限会社、市沢ホルノ加工所を設立しており、市沢ホルノ工業の製造部門の職人65人全員が長年社長を務めた新三郎を支持して同社へ転籍し、市沢ホルノ加工所が市沢ホルノ工業から店舗と工場を賃借する形で製造を継続していた。新三郎の市沢ホルノ工業社長解任後、慎太郎は京都地方裁判所に店舗と工場の明け渡しを求める仮処分申請を行う。申請は認められ、2006年3月1日に強制執行された。その際、新三郎だけでなく、市沢ホルノ加工所へ転籍した職人たちも共に店を退去。市沢ホルノ工業は事実上、製造部門をすべて失った形となり、2006年3月6日に市沢ホルノ店は営業を休止した。慎太郎の市沢ホルノ工業は新たに本社近くに職人を10人、四国にある別法人の工場で18人の計28人の職人を確保し、材料であるホルノを別の業者からの仕入れに切り替え、市沢菊男の技術指導のもと、従前のホルノカバンを再現し、2006年10月16日より営業を再開。2007年2月には、慎太郎サイドは、京都七条公共職業安定賞を通して、職人5人を新たに募集。32歳までなら未経験者でも応募可能だとしている。なお、この際の開示情報によると、同月時点での従業員は10人。一方、新三郎の市沢ホルノ加工所は別に工場を確保。2006年3月21日に新三郎ホルノと新三郎カバンを新たなブランド名とすることを発表。新しく設立する販売会社の株式会社市沢新三郎ホルノから市沢ホルノ加工所が製造の委託を受ける形で再始動。2006年4月6日には新三郎ホルノを市沢ホルノ店の道路を隔てた蓮向かいに開店した。新三郎は判決確定後も遺言書は偽物、遺言書の内容は個人の人格を踏みにじったものだなどと繰り返し公言しており、この騒動の顛末に対して不満を表明している。また、これまで、カバン生地を収めてきた旭化工は、新三郎を支持して、市澤ホヌノとの取引を拒否。市澤ホヌノへ、ランドセルの製造を委託していた、同志社小学校は、今後は、市澤新三郎ホヌノに委託することを表明した。2006年3月3日、新三郎の妻が原告となって、慎太郎らを相手に、遺言書の無効確認と、取締役解任の株主総会決議の取り消しを求めた訴えを京都地方裁判所に提起する。遺言無効確認訴訟は相続人全員で訴えることを必要とする固有必要的共同訴訟ではなく相続人一人が訴えることのできる通常共同訴訟であり原告と被告の間に限った判断が行われるため最初の訴訟では原告になっていなかった妻には最初の敗訴判決の効力が及ばず、再び同様の訴えが提起できたものと推測される。逆に慎太郎は、2007年2月14日に、新三郎らそれまでの経営陣に対し、類似の商標を使用して、協業行為を行った商標権侵害と株主総会の決議を経ずに、役員報酬を受け取った等で、13億円の損害賠償請求訴訟を提起する。この裁判に関しては、新三郎は裁判に消極的で、お互いに商品で勝負すべきと発言していた。遺言書無効確認の裁判では、京都地方裁判所の一審判決で、新三郎による訴えと同様に請求は棄却された。しかし、2008年11月27日、大阪高等裁判所は原判決を取り消し、遺言書は偽物で無効と確認。それとともに、遺言が無効になると、慎太郎らの保有する株式だけでは、株主総会の定則数を書き、手続きに瑕疵があることになるため、新三郎らの取締役解任を決定した2005年12月16日の臨時株主総会の決議を取り消す、原告側逆転勝訴の判決を言い渡した。重要な文書なのに実印でない認め印が使われることや、忍が生前こだわって使用していた、市澤ではなく、一拓が使用されたなどの不自然な点があり、申請とは認められないとの理由からである。さらに、2009年6月23日、最高裁判所第3小法廷は、この大阪高裁判決を支持し、社長となっていた慎太郎の上告を棄却した。これにより、遺言は無効で、新三郎らの取締役解任を決定した株主総会決議を取り消すとの判決が確定した。また、遺言書無効確認の最高裁判決の結果を受けて2009年10月21日には会社が新三郎ら経営陣に対して提起していた13億円の損害賠償請求訴訟が慎太郎には代表権限がなく、訴えが不適法であったとして、京都地方裁判所が原告の訴えを退ける判決をする。裁判の結果を受け、2009年7月6日に、新三郎、恵美夫妻が代表取締役に復帰し、翌7月7日より、市澤ホヌノは当面の間休業となる。新三郎が会社を追われていた3年の間に新たに採用されていた従業員に対しては、自宅待機を命じ、希望退職者を募る。しかし、退職勧奨に反発する一部の従業員たちが、2009年7月27日に、労働組合を結成。2009年12月1日、労働組合の従業員が、地位確認と休業中の賃金全額支給を求めて、京都地裁へ提訴するが、その10日後の12月11日には、従業員全員に解雇予告通知書が送付された。2010年1月26日から京都地裁で始まった裁判では、経営悪化による閉店、解雇を主張する新三郎、恵美夫妻側に対し、従業員側は経営は悪化していなかったとして、双方の主張が対立した。2010年7月13日、従業員の地位を解雇ではなく、労使双方が合意の下で退社したものとした上で、会社側が従業員側に合計約1800万円の和解金を支払うとする内容で和解が成立した。2011年3月28日、新三郎が元の市沢ホネノ工業の店舗にて、市沢新三郎ホネノの営業を再開すると発表。4月6日に、市沢新三郎ホネノの営業を再開するとともに5年ぶりに、市沢ホネノ製のタグのついた商品が復活した。この後は、市沢新三郎ホネノとして、新三郎ホネノ、新三郎不法、市沢ホネノ製の3ブランドで製品を展開している。2009年11月、今度は慎太郎が、新三郎夫妻を相手に、京都地裁に提訴。会社の株主権や経営権などを求めた。しかし、2011年8月に、京都地裁は、慎太郎と新三郎の間に限定しての株式相続権のみ認め、その他は棄却した判決を下した。慎太郎は、この判決を不服とし、大阪高裁に控訴する方針を示した。2012年11月、長男、慎太郎が、市沢ホネノ工業、三男、新三郎、妻、恵美、四男、菊を、その他一名を相手取り控訴した。その結果、慎太郎に 46,180 株の保有を認め、慎太郎の持つ忍の遺言、書位、第2の遺書が、偽造によるものであると認めることはできないとの判決を下した。しかし、この判決は経営権に影響はなかった。なお、一連の裁判で、市沢ホネノ工業取締役の地位を失った4男、菊尾は、新ブランド、ホネノカバン、市沢を新たに設立し、2010年7月7日に、市沢ホネノ、新三郎ホネノの両店舗のそばに開店した。ちなみに製造部の住所は、旧市沢ホネノ東工場と同一である。2021年現在、市沢ホネノ製の製品は、市沢新三郎ホネノにて展開中。ありがとうございます。